さあそれではスマブラオンライントーナメントやっていきましょう。今回はクルル君で頑張ります。というのもいつか練習しましたよね。バッチリ優勝してこそその時の練習の成果があったというもの。今回怠慢ですね。はい、そこそこ人多いんじゃないでしょうか。みんな怠慢大好きですからね。はい、よし。にしても怠慢は久しぶりな気がするね。やっぱあっちで大乱闘できると嬉しくなっちまってね。怠慢はビップマッチでいつでもできるから優先度低めなんですが、もしかして細かくルール変わったりするんですかね。うん、アイテムがあったりしたらどうしようか。そろそろ新しいルール来ないかなと思ってるんですけど、なんだかんだルールが2種類しかないですからね、イベント以外は。それぐらいシンプルの方がいいのかもしれないけど、あ、割と少ないですね。よしよしよし、まあいいでしょう。ではとっととぶっ潰して、開幕なんでしょう、一番乗りで2回戦出場を決めましょう。割と珍しい相手来たな。受け取れか。何がメインかなんだよね。この時点ではまだ油断ができないという。なんかすでに1000万ダウンロードしてしまわれたとかいうポケマス君、そこからの死者ですな。うい、ダメか。意外と後隙ないな。っていうかあれか、こっちが遅いのか。よいしょ、ジャック入れて、おっとブーメラン発射、ポンと、よいしょ。さあまたこれで、よし、波状攻撃を仕掛けるのじゃ。オッケー、回避読み、キックかのグッポワン、腹ジャック入れて吸っとこうか。よいしょ、もう帰ってこなくていいよ。いてて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 、ほいよ、戻ります。パッチン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 、オッケー、ユッホーウッホー、キック、よし、逃がさんぜ、そのまま刈り尽くしてやら。パッチンパッチン、カウンター置いとくだけ。不思議そうくんのね、鶴のムチが意外と凶悪な吹っ飛び持ってるんで気をつけましょう。斜め上の時はね、おおい、無理やり来た。あ、やば、戻れるかな。向こうが戻れない。リザードンって翼あるんだけどね、なんかあのたまに戻れなかったりするよね。あるあるなんですよあれ、実は。なんかあの空を飛ぶ、ジャンプからの空を飛ぶをすぐさま実行すれば戻れるじゃろって思ったら、なんか先に空を飛ぶが出ちゃって、あみたいな、そういうやつです。はい、お、上がってきたね。待ってたぜ、次はメタナイトか。復帰阻止に気をつけた方がいいかも。的が大きいですからね。よーし、意外とこういう場所っていろんなキャラがなんか一気に参戦してるのが見れるので、あ、このキャラもいるぜっていう気持ちになれていいよね。普通の怠慢とかだとなんか割と見かけるキャラばっかりな気がしてしまうけど、こっちだとなんかいっぱいいるような錯覚に落ちるから。よし、お、おお、ジャスガの練習してんじゃねえぞ。おい、よいしょ、オッケー、腹回避ってやつですな。よいしょ、オッケー、ビビったな。よ、ほぼ無傷で1ストック落とせたの大きいでしょう。ほいっと、逮捕、ジャック入れて投げられるな。一旦ジャンプ挟み、ああ挟めない、さらよいしょ、バックステップからちょっと。王冠も必ずしも投げ得な技ではないので、お腹からジャック入れて、よし、そう、世のそう 大半の人がこうダイエットしたいとか言うけど、クルル君みたいなお腹なら持ってみたい。そう、とっさのなんか事故があってもお腹があれば大丈夫。うー、一方的に打ち勝てるからな。たまに割れるけど、割れたらダイエットできるんじゃね、最高じゃん。日頃はアーマーとして大活躍、いざとなったらパリーンでダイエット、最高ですね。ニョキいてナッコ、おお、やっちまったぜナッコ、どすこい。向こう的にはこの下スマ当たったら終わりですからね、プレッシャーがあるでしょう。ほ、圧迫か、おっと、丁寧にガードしてくるな。おい、
あら、よいしょ、ポン、吸います、もう一回、あと一発当てるのしんどいな、バースト技、こっから負けありますね、気をつけましょう。ナッコー、というか時間がないんだよ、逃げる気満々だろ、よし、やばいな、あと20、これサドンデスになるときついっすよ、オッケー、腹、やばいやばい、ナッコー、頼む、うわー、結局逃げられた、これ負けあるな、嫌だな、おいそれは思い切りが良すぎるだろう、一番警戒したわというか、あの DA ですね、私が怖かったのは DA だったら今の行為どうなんだろうね、飛び道具に蹴りが当たって無効化されてそのままねじ込まれてた可能性はありますが、まあよかったよかった、時間短いよな、こうしてみるときついぜ、重量級は丁寧な立ち回りが要求されるってのによ、酷な要求するぜ。さて次はプリンちゃんか。また逃げられるぞこれ。ふわふわとな、逃げられるパターンですよ。もうすでに覚悟の準備ができていますよ、私。さあ、頑張りましょう。お。アパか？アパか？アパか？よし、ナッコー、ウエスマー、グーパー、よし、おりゃ、うわー、浮いてくれなかったよ、いててやばい、運ばれる、あと眠る食らうぞ、眠る食らったら超絶痛いぞ、オッケー、よしよしよし、30秒で1ストックは大きいんじゃない、キックからのオーカーン、ナックを、おお、お腹ダイエットしたい、おお、間に合わない、あれがあるから嫌なんだよな、ジャック入れてはたく、あ、読み、はたく読み、ナックル失敗、やーべえ、今の回避起き上がり読まれてたんで、多分ちょっとだけ遅れたんでしょうね、タイミングが、遅れてなかったら負けてたよな、今うっさんくせえ、でもああいう時にとりあえずステップして横スマをすぐさま叩き込むっていう動作はできたので、そこだけ前向きに解釈しとこう、お、クラウドが勝ち上がってくると思ったんだけどね、というか右もおじさん勝ってる、すげえや、しょっぱなピチューってかなりきついと思うんですがね、クロムにも勝ってきたのか、さあまずは私はこの、レモンをぶっ潰して、そう、丸絞りに、丸絞り、生絞りにしてやるぜ、よろしくお願いします、向こうはフルーツを投げる、こっちは王冠を投げる、この時点でどちらがセレブかよくわかるでしょ、うん、よろしくお願いします、なんたって王様、開幕 DA でぶっ込んでやるぜ、あ、やば、うわ、パンチ、いくぜ、今回はセレブな気分で決めるぜ、おな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 か、ほっほっ、距離取ってんじゃねえぞ、鍵にご用心、よし、うおー、落としたのか、もともと鍵持ってるだけあるな、トリッキーなものの投げ方するぜ、勘弁願いたい、キック、いてー、うおー、うめえ、ドンピシャだ、王冠、うれするぜ、よし、うれ、呼んでたぜ、起き上がるタイミングまで、すいません、あー、ダメか、ジャックジャックジャック、ジャンプ読み、お腹、
わかんねえな、どっちが勝つか。埋めて植木を。よし。フルーツ。フルーツじゃねえ、それ。これがキング流のフルーツさ。王冠なんてフルーツでしょ、食べ物食べ物。ニョキッとね。ああ、マジで。パンチ。アパカ。よし。これ戻ってこれんの？うれ。いって。よし。オッケーオッケー、足りた足りた。よーしよし、決勝ですよ、一発で。練習の成果っていうのはあるもんだね。嬉しいね。一発で本当に優勝できちまったら、かっこいいよな。フラグじゃないよ、本当だよ。これガノンくんのかな、パワー対決になるぞ。来てほしくはある。やっぱ、重量、このトーナメントで決勝が重量級決戦ってなんかロマンがないです？来たわ。来ちゃった。来ちゃったか。よろしくお願いします。うん、客観的に見てこのカードはなかなか予測できないもんな。うん。よろしくお願いします。さあ、勝負だ。BGM からは緊張感がまるで感じられない。やばいな、すごい攻めにくい。うおー、割られた。すーげえ、もう1ストック流れで持ってかれた。これは今までとはちょっとちげえわ。これこのまま手も足も出ずに負けてしまう可能性あるのでは。だってここまで頑張ってきた私にもプライドというものがあったりなかったりするんだぞ。よし、あかん、腹がもう残ってないぞ、腹やばくね。ふっふっ、怖い。1ストックは落としたくない。もう勝てなさそう感半端ねえからな。もういつになく弱気だから。ブエフラグやんけ。1ストック目が鮮やかすぎるんだが、完敗なんだが。うわぁ、くそ、これはレベルが違ったね。うん。1ストック目の立ち回りの時点で、あ、これクルール君何もできんやつやってなって。くそー。まあ、決勝まで上がってくるのも納得ですわ。うん。あれは強いわ。あ、いいもんもらった。さて、そんなクルール君、ちょっと尺が余ってしまいました。他の、これどういう試合してたのか気になるよな。ちょっと見させてもらってよかったですか、この辺。もしかしたら1回戦が決勝だったりすることもある。マジで、うん。対クルールでどの技振っていいのか分かってたかなったから、見せてもらいましょうか。じりじりくな、お、ちゃんとガードして。お。うん、ちゃんと空中ニュートラルウェイを安定させてるよな。おお、丁寧。やっぱ強いんじゃね、これ。お、空中、おお、攻める攻める攻める。よー、攻める攻める。さっきの試合よりいい試合だよね。射撃がある分やっぱ、うん、射撃でバーストも狙える分サムスの方が有利だとは思うんですけどね、個人的には。詳しいそのキャラダイヤは分かんないんですけど。ちゃんと防ぐ。見るね。ただガノンさんのこのグーパン、リーチギリギリから出してますね。うん、どうにもこう攻めづらい感じがします。サムス視点でもちょっとやりづらそうな感じはする。なんか怖いよな。ちゃんと防ぐ。おっと、捕まってから蹴って立場が逆転する。ここでどうなるかです。
空中 A からチャージショットが入るが、これは浮かされるときついよな。おお、切り返した。1ストック落とした。でもこっからガノン勝つんだよな。今回試合結果がネタバレされてるから、どうやって勝つんだ。さっきの私の1ストックやられた時の逆パターンか。さっきは私は1ストック目にかまされましたが、このガノンこっから一気に巻き返して流れ奪っていくのか。丁寧、当てるときはちゃんと当てる。こっからだよな。まだ流れはダークサムスにあるように見えます。うん、なマジで何があったんだこれガバか。お、攻めて、お、あそういうこと、なるほど。まあ諦めないもんだなっていう感じもしますね。うん、こっちの方が見応えあった。決勝戦くっそつまんなかったな、帰ろうぜ決勝戦マジな、金返すよな、つんまんねえ試合だったぜ決勝マジ。クルールさというわけで、じゃあ、まだ尺余ってるんで VIP 行きましょう。 VIP、 いやーマジなしょっぺい試合お見せしたわ今日は。こいつこの程度のクルールだったら VIP 落ちんじゃねえって思われてそうだからな。ここで VIP でさらに1勝して、なんかあれだよ、うやむやにするから。うん、これ負ける空気じゃねこれ負ける空気だよな多分。やべえよな、これでスピードキャラとマッチングしたら泣くよ。わっち漏れなく涙を流してちょちょ切れだよ。そんな予感しかしねえもんな。何やだなこれ、トップクラスにやだなこれ。浮かされてさ、上スマ叩き込まれる予感しかしないんだが、怖いんじゃが。やめて、浮かさないで浮かさないで。腹横強キック、おかんおかん、今おかんの王冠っていうナイスなダジャレを思いついたんですけど、皆さんのおかんにスマブラーがいましたら使ってくれてもいいんだよ。あ、クルール使いであることも必要ですがね。なんで前投げしたの、下投げでしょ。ちょっとひよってんじゃない、ひよってんじゃない、ちょっと。ふっ、よーしよーし、今度は逃がさない、おきょう、オッケー。めっちゃ緊張してる今。ウエスマ当たったら死ぬよ。ああ、ウエスマじゃなくても死ぬよ。ああ、ちょっと待って、ジャンプ使ってた、やっちまった。せっかくストック有利取ったのにさ、腹ジャクジャクジャク、腹ジャクジャクジャク、腹からのジャク強いよね割と。おい、こうか、ジャンプジャンプ意味なかった。腹腹大体腹、ほとんどの攻撃が腹。投げて、あ、バカ、メテオナックー、ワオワオ、アバよ、あらオッケーオッケーオッケー、勝てた勝てた、よかったよかった。逆にフラグ立っててよかった。あのまま行きますよとか言ってたら負けてたもんな絶対な。よしよしよし、さてではもう一人行きましょうか。ちょっと味を占めたクルールってね、意外となんか戦えないときは辛いんですけどね、こうチビチビうまくドスドス攻撃入れてるときは結構気持ちよかったりするんですよね。なんていうの、スマッシュはそうでもない気がするんだよな。これは気持ちいいけど、まあ当たらんからな。なんかこうドスンドスンみたいな、そんな感じがいいんだよね。ガノンも火力はあるけど、つうかなんで速いやつばっか来るの、やめてくんない。ドスンというか、あの人はどこって感じですからね、ちょっと違う。そう、一発一発画面が揺れる感じって言ったら分かりますかね。腹やめて、コンボはダメでしょ、コンボはダメでしょ、コンボはダメでしょ、 NG でしょ。うー、ジャクジャクジャク、腹ドーン、ちゃんと入れてきやがる、パンチ、オッケー、当てるときは当てようぜ、交換、これしっかりつないでくるな。何気にシークって最近すごい減ったからあれだね。
よ、きっとね。うお、オッケー、気を取り直してる。パン、よし、払う、コロッと、オッケー、よし。でもスピードタイプも意外とクルールは苦手なタイプかもしれんな。そうでもないか、運びやすいもんな。どうなんだろうな、なんかやってる分には軽くて倒しやすいっていう分希望があるような感じがしてる。ちょ希望があるって、最初中にこういう集中やめて。ニョキッと、よいしょ、起き上がり攻撃して、うわーうまいああいうのかっこいいよな、私にはできねえんだよなああいう動き。埋めるぜ、埋めて。この人あんまり多分コントローラーいたわってるぜだな。こんだけコンボできてんのにさ、レバガチャだけ遅いっておかしくない？わざとやってるか、そもそもレバガチャする気ないからどっちかですね。よし、危ね。それを考慮してやってやるといいんだよ。よし、うらー、オッケー、2連勝。これで2でもいいでしょその後2回勝ったし2でもいいじゃないですか。ダメ？いいんです。はい、では、今回のスマブラタイマン会終わります。クルールはいいぞ。ありがとうございました。